ということで今侍ジャパンオリンピックやってますけども、侍ジャパンセレクション第1弾が登場というところでね、このガチャをやっていきますけども、まず最初にはですね、このゴールド契約書10枚っていうやつをちょっと前にやったんですよ。それを一瞬見てください。もう早送りです。こちらねっていう、まあグラシアルの A が当たりましたけど残念な結果ですね。もう一回もう一個ゴールド契約書やってみようってね、でやったんですよ。でこちらもね多分早送りになると思いますけども、テレレレレレってね、全員 B です、残念みたいなね。とりあえずこれをね一応やってね撮ってたんで、とりあえず流します。こんな感じです。最近もねめっぽう運がないサウタキですよ。ということで今回はですね、まず最初に侍ジャパンのガチャをやる前にそのイベントで手に入れた TS タイムスリップ、ね、33% 契約書、こちらをやりたいと思います。まずはですね、欲しいのはちょっと見てみよう。欲しいのは工藤さん、リーグでいいらしい。いいですね。うん、工藤さん、小野慎吾さんは用事ない。中地が欲しいね。俺中地いっぱい、もう巨人の中地いるから極みできるのに。でしかもショート坂本取れてないし、はい、アーティストでしかもアーティストで降格はめっちゃいいらしいね。だから中地も欲しいね。中地欲しい。ウィーラーに用事ないね。中田翔もこれ何気にいいらしい。で坂口ね、ノーヒットノーランを打ったね坂口、オリックスバージョン仁岡、ね、まあ中地取れたら仁岡いらないよね、うん、矢野さんキャッチャーをもうタイムスリープのキャッチャー俺がいるからね。関川さん、村田もいいね。村田もいいらしいよ。村田も今村、石井和久さん、和久さんこれどうなんやろ。あれだね、松井裕樹の一番最初の松井裕樹みたいな感じだね。まあ工藤さん、中地、中田翔、村田だな。この4人やな。行きましょう。この 33% ね。これ 33% ですもんね。 33% だからまあ当たらないかも分かんない。そうですね。だから 33% だからまあ吉田正尚の打率だな。吉田正尚がヒット打てる確率の中で12分の4、だから3割荻野貴司のヒットの確率。おお、期待できますね。できる期待できます。できる。さあレッツゴー。さあどうなる。ちょっと待って、あちょっと待って、録画するの忘れてた。ちょっと待って、録画途中から来てるよ途中から。わあ、中地来た。録画するの忘れてた。間に合いました。間に合った。よかったです。中地来たわ。しかも 33% 33% で、だから吉田正尚と荻野が2社連続ヒット打った。あーぶね、録画するの忘れてた。よく気づいた。上に赤いランプついてなくて。でも中地ゲット。お、いいね。いいですね。来てるね。来てますね。流れ来てるの。この流れに乗っていくしかないね。ジャパン来ました。ジャパンはちょ見ていこう。線がいいね。でもこれなんか大会使えないらしいんだよ。あ、そうなんです。そう、なんかこの侍ジャパンの、でもどうせ大会出れないじゃん俺のレベルじゃ。結局はどんなに頑張ったってさ勝てるわけないんだよ俺クラスは。もうそんなもう e スポーツの大会の使用できませんって言って、その出れないからね。出てもどうせ予選落ちだから。線がいいね。佐々木さん、この背景どう思います？めっちゃかっこよくないですか？いまいちですか？まあそうだね。まあ俺そういうのあまり気にしたことない。一回もないよ。なんかクレイさんとか、はい、ビップさんはなんか打ち方とか背景とこうとかって言うけど、別に俺そんな気にしたことあんまり気にしないです、ね、全く気にしない。あ、これなんだって思うだけ。でも数値なんですね。完全に数値を見て、数値しか見てない。ああそう打ち方かっこいいとかそんなもう本職が思わんじゃん。そもそもリップさんみたいなこの打ち方なんとかとか、クレイさんみたいに投げ方とか、俺もファンじゃないからね。そんななんとも思わない。数値のみ、数値だけ。うん、まあ、線がいいね。しかも中継ぎついてるからでかいよな。線が中継ぎに入れれたら。次ギータいいね。でもギータ取って同時にしたばっかりなんだけどね、川島で。
あ、そうですね、前回してました、うん、だからまあギータも嬉しいけどそこまでじゃないね、あるからね、平も俺いっぱいあるよ、極みにできるよ、平も B グループやな、源田も取ったらもうすぐ極み、守備要員でしょ、しかもサード守れるからね、この源田は、浅村、浅村もいいんだよね、浅村も B グループだね、吉田、吉田 A グループだね、吉田はまだあの3500からいないからね、心当たりで吉田欲しいよね、取っときたい、いいですね、うん、岩崎、岩崎も B グループだね、梅ちゃんも速攻極みできる、能力値は高い、でも森がいるからね、スピリッツ3800だけ魅力だね、まあ B グループだね、大野、大野いいね、全道地いけると、 A グループだね、これは大野欲しいね、しかも中継ぎいけるから、ね、侍ジャパンのやつ中継ぎいけるからでかいよな、リーグとかめっちゃ強くなるぞ、森下、森下も中継ぎいけんだ、まあ、まあ B グループだね、栗林逆に先発いけんだ、どこでもいけるよ、いいですね、うん、まあでも B グループだね、だってもう栗林の A なんて一つも持ってないからね、村上 C グループだね10万円かけて取ったんだよ、あんな頑張って、あんなに頑張って取って、これで継承できんやろ、これも C グループやろ、ということはよ、千賀吉田大野が A グループだね、でまあ柳田だな、このこれが A グループだね、とりあえずは9回もいらんな、でまああれで今のイベントで1個もらえる、そうですね、確定で、うん、確定でね、だからまあ3回目で3回やって、今言った千賀大野、吉田柳田この4人が出たらもうやめよう、3回で、はい、もう OK よ、 e スポーツの大会で使えないからね、まあ、俺ごときが出ないけどね、出れないけど使えないからね、でまず第2弾もあるから、そうですね、うん、だここはその4人が出たら1回、出なかったら2回目いこう、録画大丈夫ですか、大丈夫 OK です、中地混ぜてるからね、お、月出てる、中地から運気来てるからね、長地君レッツゴーからの、あ、黄色、まともない、田中豪介、チェン、森脇、森下、清水、森下、実質ジャパンだけど普通のユニフォーム、あーないか、クモン、クモンと堀と河野のこのリリーフ3人衆めっちゃいるな俺の中に、さあ2回目レッツゴー、お、まだ月、お、ああ何もないの、確定以外こうへんの、そういうパターン、笑って笑ってキャンディー、やろ、B ばっかり、 B ばっかり、 B ばっかり、B ばっかりからの岡本和真、さあこれでね、来たらおしまいよ、来たらもう皆さんグッバイね、3回目確定、レッツゴー、来たらおしまい、調子もレッツゴーからの確定演出つけへんの、確定演出ないな、確定演出の当たる、あ、これ最後笑うだけか、さあ村上の B 途中で誰かけへんかな、ドーンと一番欲しいのは大野よ、さあラストドーン、森下、継続継続継続、もう行くしかないよね、だって当たんなかったんだから、4回目突き出てんねんから、来い、もう一回来い、確定
以外で来てくれないとつまんないじゃん。もう飛べへんよ。楽しみもない。楽しみもない。藤原。大島。楽しみもない。5回目。来てくれ。もう常に月で。おおおつだけだ。これ何パーなんですかね。30パーぐらいじゃん。30パーぐらいですかね。分かんない。もう一回来い。よし。30パーです。30パー。来てくれ。当たってもいいんだよ。さあ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 、来たよ来たよ来たよ。さあ、いつ来るいつ来るいつ来る、大野来る、来た。おじま、おじまじゃないよ、大野だよ。あ、もう一回来た。おー、千賀。おーい。二連チャン。これ10回目です。ん10回目、まだ6回目。お、あるんじゃないですか。あんの、もしかして3枚引き、まさかの。お、びっくりした。最後、おお、なんだ、2機線が来ました。来ました、来ました。もうやめてもいいけど、次もうどうせ6回目だから、6回目やっとこうか、はい、ここで当てたいです、ね、ああ、当てたい。ここもダブルで来てほしい。おらら、今来てるよ、レインボー来てるよ。お、2枚引きあるよ。ここで調子くん絶好調、絶好調からの、からのレインボー、レインボー、レインボー、レインボーじゃない、はい、ブルー。あら、これ2枚引きじゃないパターンだよ。カボ笑って、どうなの、これ2枚引きなの、違うの。3、4、5、あ、これ2枚引きじゃない、浜よ。さあさあ、最後です。流れ来てます。流れ来てる来てる、流れ来てる。大野、大野、栗林、まあまあいいでしょう、まあまあいいでしょう。今日はもうここまでにしとこう、はい、もう線画も取り出して、じゃあ、第2弾も期待しながら、侍ジャパン、今日撮ってるのがですね、これから決勝戦です、生放送します。皆さん、この動画がいつ出るか分かりませんけども、楽しんでいきましょう。よっしゃ。